塩江天満宮、塩江天満宮は、高知県高知市天神町にある神社。旧社格は、県社で、現在は、別表神社。塩江天満宮は通称であり、正式名称は、天満宮。市南半分のうぶすながみであり、高知市の中心部に鎮座することもあって、初詣では、土佐国一の宮の土佐神社をしのぎしない最多の参拝者を集める。 主催人焦土の神正体四年の正体の変による菅原道真の左遷に伴い、その息子である大学当賢右正弁、菅原高美も土佐ゴンに任官されて左遷され、土佐国主へに居住した。高美屋敷跡は昔は小判畑と呼ばれており、現在は石碑が建てられている。屋敷跡のある山は、高美の名前から高見山と呼ばれ、ふもとには、 現在も貢健長という町名が残っている。縁起3年に、道真が皇居し、その四時間論像が2年後に高見の元へ届けられたので、それらを祀ったのが創始とされる。なお、この際届けたのが、道真公自身の渡良春彦であり、長岡郡大津村の例松山雲文字において、病を発し、演技五年十二月九日高見に会うことなく同地で、没したと伝わる。 その後遺品は他の者のにより届けられた。現在も岩崎山にはその墓が残り、白田夫神社が建てられている。その後、京で数々の異変があったこともあり、高見は縁起6年京へ戻り、15以上に上され大学頭に復帰している。長祖壁市の時代、宮地正勝が再就職を務め以来、1871年の 大乗官布告によって鮭が廃止されるまで、代々その子孫が、官主職を世襲した。宮治正勝の子孫には、坂本龍馬や沢部拓馬、山本信之、宮治信貞、宮治重春、谷立貴らがいる。江戸時代、土佐藩主山内氏の菩提寺を築くにあたって、廃社寸前のところ、宮所の若左衛門の子息、宮治平米が資材を投じて、天馬宮の社殿を、 慶長11年9月に自力建立し再興したと言われる。明治6年建社に列格し、明治35年の菅原道座に千年祭にあたって大幅な修築が行われている。本殿は大東亜戦争の際に敵機の空襲にかかり消失。戦後は神社本庁の別表神社に列している。境内は筆山の麓鏡川と挟まれた地に立つ。 鏡川右岸に沿うようにあり、川の下流側である東側が入り口となる。本殿は入り口同様透明しているが、参道は S 字に折れている。すなわち、参道は入り口からしばらく西に向かった後左に直角に折れ、楼門をくぐった後今度は右に直角に折れる。境内には他の天馬宮同様、多くの楼梅がある。社殿の内楼門は、下衛6年の造営。 今一個入りもや作り、銅板武器で、高知市指定有形文化財に指定されている。また、境内左手の鏡川堤防上に立つクスノキは、樹高25メートル、目通り簡易7.5メートルを測る。推定樹齢は300年以上。このクスノキは、天神のクスノキとして、高知市指定天然記念物に指定されている。また、境内は、 特別天然記念物ミカドアゲハの保護のため、筆山町用法寺境内、塩江中学校校庭とともに、高知市のミカドアゲハ及びその生息地に登録されている。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。